丸山さん、現役時代の食生活のこだわりみたいのがありましたら、はい、私はですね、えー、本当の話、あの自分の話なんですけど、えー、あの丸鶏あるじゃないですか。はい、あの,あのチキンの丸鶏の、はいえー、あれをもうあの一は茹でて。えー でそれをずっと一週間食べてたんですよあそれはええ丸鶏を一週間丸鶏からじゃないですよそのそこにいる鳥からじゃないんですよスーパーで買ってきて、はい、でそれを茹でてで月火水、はい、木金まであ木まで食べて金土は炭水化物食べて試合っていう生活を何十年もやってたんでいや絶対嘘です <laughs> いやそ,んそんなことはないです本当 <laughs> だよ美味しいですけど <laughs> やってたんですまん監督と選手の時私それやってたんですんその時は知らないかもしれないけど。